お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらメガナイトリババのファイブザップトリトン型ですね。はい、いつもと違う型でね今日やっていきます。で沼ってたんですよ、76行ってからその後7080ぐらいまで落ちたんですけど、なんとかね戻しまして、シーズンもね残りあと40分ぐらいしかないです。はい、というわけでもう世界トップ行くのはまあ無理なんですけども、まあ、今シーズン最多がまあ目前というわけでね、まあ、しっかり最後までやりきろうかなと思います。いやもう一日欲しいな、時間が足りね、全然足りないですね。やっとちょっと安定してきて勝つのがね、いろいろゴール黒使ったりして、まあ、勝ったり負けたりとか繰り返してて、でこのファイブザップトリトン型なんでこうなったのって感じなんですが、まあ、僕ファイブの時は基本的にユーノでタルババでライトニングトリトンの時はライトニングでタルババ、まあ、タルババは絶対でユーノ5かライトニングトリトン型をやってたんですけども、今の環境、まあ、大型に勝ちたい、ゴレエレジャイですね、はい、そこがもう本当に 2,3 回に1回が来るので、そこに勝つために、まあ、トリトン入れましたと。でライトニングだと黒に勝てないんですよ。そうだから5欲しいなと思ってトリトン5にします。そしたらなんかねトップできないんですよね。アイスイズ系のエレジャイにも結局なんかねその守れなくて、じゃなくて守れるんですけど攻めが通らなくて負けたりとかなんか普通にあって、うわー3が5か。そうだからそういうこともあり、さあザップがね生きていきます。こうザップがあるだけで相手のスケルトン部隊だったり、まああとはなんだったっけな、忘れた、アイスイーツとかをハイボプラスザップでね処理できたりするので、まあ、そういったところでね、この方に落ち着きました。まあこれは今の相手のファイブザップがうまいですね。でもファイブザップ使ったから、まあ、ここはマザネクで守りたいっすねぐらい。うん。よし、さ、ラバルっすね、ラバル。ラバルだ。これファイブだけで止まんのかな？一応ヒースピ、なくても良さそうでしたけど、まあ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 。さ、ラバルのファイブザップですね。で、3が5だからそこの辺がちょっとこう珍しい気がしてる。3が5とか、いやエリババとかこれどうなんだろう、行っちゃってもいいのか、ババとかいんのかな、墓石か、あー陸北ですね。まあここはメガナイトで踏んでもいい気がするけど、次相手は3が5と対空がもう一個何かですね。そう、まあ、でも今陸を2枚裂いたのでこれをメガナイトを防ぐのは絶対で空を使うしかないんですよね。で3が5はまあ僕あインドラか、3が5インドでしたね。なんで両方相性いい感じに当てればいいんですけど、多分それをね綺麗に相手は守ってくると思います。うん、こっちに出しちゃうかな。うわーマジか、いやーこのエレキ腐ってますね本当に。でこれバルーンつけられるだけですもんね。うわーやべ、あー終わる、いやマジでお散歩しようかな。いやなかなかでもいい防衛をしてる。あーそれはいい攻め相手の。いやでも舞台になってインドラが舞台になったらオッケーオッケー、時間稼ぎで、これ橋のなんかこういう攻めもね結構いい気がするんですよね。相手墓石とかだったんでね、オッケー墓石使った。いやいいねいいね、いやいいいいいい、トイトンもう一発、もう一発欲しかったな今。さあ3角使った、これ橋前メガで相手も橋前バルーンか。よしよし、相手はもう守んなきゃいけないっていう流れですね今。これね言っていいと思うんですよ、あ絶対きついけど、うわお前待って、お前なんでそっちと、お前なんでそっちとバカ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 一生行くのもうお前、うわマジかよマジかよ。いや多分トリトンが入る、オッケー、お前はもう大好き、ナイス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 。いやー今メガナイトあっち行っちゃうのか、あの位置あれよくないですね。まあなんかこんな感じでザップが、まあ、もしね今回相手の墓石がスケルトン部隊とかだった場合にタレだとね本当勝てないんですよ、絶対勝てません、はい、マジ不可能なんですけど、ザップなことによって、まあ、ちょいちょいねなんか便利です、はい、まあ、その分陸がね大変ですがという感じでね。いやーや75あと100、いやマッチング早く、残りあと30分ぐらいしかないですねシーズンが、あー悔しいな。
まあ、200位には入りたいですね。まあ、1000位が入れたので、クララリーグにはね、参加できそうです。さあ、よろしく。さあ、マザネクエリキ、ファイブヒース、暇な手札だな。めちゃくちゃ暇だな。まあ、基本的にそんな、自分から出すようなカードもないので。さあ、見てきますね。なんかこの台湾なんちゃら系クランはね、なんか電車なんちゃらって書いてるみたいな、暴走なんちゃらって書いてると、スパーキーデッキとか、これなんかこう、溶岩なんちゃらって書いてると、ラバデッキとか、なんかこう、クランの名前でね、結構デッキみんな教えてくれるんですけど、今回わかんないですね。海軍ですね。海、魚、海。言うの来たから、なんか陸系の、なんかペッカとか、そんな感じのデッキっぽいですね。さあ、これを踏みたいけどな。ポイズンされるかな。あー、まあされますよね。あー、このヒースピ、あー、ヒースピ、あーさあ、いやー、いいゴースト。さあ、いいゴーストからのサンガゴですね。まあ、サンガゴは豚にできるけど、まあ、ザップで一旦ステイしようかな。今豚使ってもペッカ受けからの、カウンター来られてとかだったと思うんですよね。ペッカか。サンガゴ型のペッカか。まあ、マジアちゃんいないのはいいのか悪いのかもわかんないですし、まあ、ちょっと厄介ですね。陸がね、僕、まあ、あるように見えて、まあ、全てペッカの介護官みたいな、そんな感じなんだね。そう、これあの、ザップ打たれるとペッカね、ワンパンされちゃうんですよね。ペッカにトリトンがね。なんでヒースピをもうワンテンポ挟めるとよかったかなっていう。さあ、まあ、いや、これ痛いな、痛えな、痛えな、いや、痛すぎ。いや、マジでこれタルババだとね、このゴーストとか有能とかペッカとかのね、受けが1枚増えるんですけど、ザップにしたらペッカほんまに無理なんですよ。だからまあこれはしょうがないですね。まあ、ザップでなんだろうな、防衛硬い系とか高回転に勝ち行くか、まあ、タルババで、防衛硬い系を捨てて、他のを取りに行くかっていう、まあ、ところで、僕はね、こっちを取ったっていう感じですね。さあ、いやー、でも、ペッカクだもんな。全然刺さんねえな。さあ、豚がね、数体生まれます。結構、ペッカも増えましたね。これ、エレジャイがめちゃくちゃいるので、まあそういったところもあると思うんですけど。よいしょ。よいしょ。あれ、あ、まああとはポイザップで終わりますね。まあ別格王者はしょうがないですね。ザップなんて、てか枯渇絶対きついじゃんってなるじゃないですか。枯渇ね、消えました。枯渇はめちゃくちゃ流行ってたんですよ、本当に。めちゃくちゃ流行ってたんですけども、なんとね、ゴレクロだったり、なんだろうね、他がまあなんか高回転のデッキがあるのが全部ウッドデリバリー5だったりとか、もうウッド5ディガーとかで、まあ、それがきついのもあると思うんですけど、もうゴレクロいるから、多分ね、僕ゴレクロ使った時に枯渇当たったらほぼ勝てたんですよ、本当に。まあ、負ける時もありましたけど、そうほぼ勝てたんですね。プリンセスにアラーム打ってあとクローンするだけみたいな、そう、あ、そんな感じだったので、多分それもあって枯渇がね本当に死にました。だからここ多分30戦ぐらい枯渇当たってないんですよね。そう、まあ、ごくまれに言いますけどマジでいないんですよね。そう、ラモスだ、セルジオラモス、初代世界大会優勝者ですね。さあ、まあザッピーとかだったら、まあロイホグ、死にたいロイホグっぽいですよね。さあ、死にたいロイホグ多いなマジで、意外と嫌なんすよね。このデッキで死にたいロイフグ。折りが強え。あれ？脱がないと。俺の思ってたんと違えな。いや、これキング起動するべき、いや、できねえか。ママに飛ばして、タワーマンヒースピでキング起動とか思ったんですけど、多分できないですね。メガナイト、ザッピー、タルバラバ？ロイフグか？メガナイト、ホバー、ロイフグですね。そうそうそうですね。そっちですね。まあ、ザップ打ったところで、みたいなね。さあ、まあ、ここに読みタルババとか。ああ、来ますね。さすがに。まあ、キングで押してくれよ。オッケー。よし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 。さあ、いいザップですね。便利なザップです。
まあヤングライミンしか使う時ないですからね。あとはエリババがなんかタワー殴りそうな時とか、まあ、そんぐらいでしか打つ時ないんですけど、これはメガナイトでいい気がするな。ザッピー咲いたんですよ。そしたら今多分檻からの親衛隊かホバリングからの檻とか、まあそんな感じの受けなんですよ。ザッピーがいないので、これはもうねエリババ足して、あ、メガナイトいたんだ。メガナイトのサンド俺いつも忘れるな。これでも見てサンドイッチ、いやこれめっちゃよくない？しかも見てこの雰囲気良さげな、雰囲気良さげなファイブ、良さげだったのか。まあ打って損はなさそう。こんぐらいの時に削っとかないと、いやこれでこんだけですからねダメージマジで。いやキツソリトンしても多分暇になるから、ちょっとハシマヤトリトンでユニット咲かせて、さあで、まあ、またエリババ飛ばしメガナイトかな。あ、相手は一旦からの踏んでくるかな。あ、踏んできますよね。さあまあここは打っていいでしょう。まあまあここはね OKOK、 まあ守れば OK で、取り次で僕あれが回るので、よし。さあカード回しのザップ、いや2200は逃げ切れそうですけど、ファイブ打つとこミスった瞬間死にそうですね。いやこの豚が地面にダメージ与えてるのありがてえな。ファイブ、あーこれ、あーまあいいか。よしよし、一回ね、一回ステイしてメガネットは出していいな。なぜなら今エリババがあるんで、逆サイドラグ来てもエリババで守れます。一回手は捨ててきた。さあまあまあ出して、多分ファイブ打ってくるかな。打ってこない。僕もファイブ打ちてえな。すげえ打ちてえ、あそこに。これさ、メガナイトのコストがなかったら嬉しいけど、あるな。トリトンがでも引っ張ってくれそう。もう一回引っ張ってさ、メガナイトがあっちのタワーに行ってくんね。メガナイト帰ってくんの、お前こっち帰ってくんの。オッケーオッケーオッケー、ジャンピング、オッケー。さあでこれちょっとおしゃれザップって、いや豚にいたげが変わる。いやめっちゃいい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 。よしよしファイブ使った。いやこれは勝てそうだなって言った時よく負けるんで、集中。逆サイ相手はエリババヒースピーとかでワンチャン掴むとかかな。この引っ張ってここで処理いいっすね。でヒースピでメガネとタワー行っちゃえ。あー帰ってくるか、いい子か、まあ許そうか。帰ってくるの、帰ってくるのでいい。おはい、ナイス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 、オッケーオッケー。いやでかいっすね、ラモスちゃんですね、ラモスちゃん。どこのチームかな、あのモルテンとか OP サムとか、まあ、めちゃくちゃ強いね、あの SK っていうねチームにいましたね。よし、いやあとシーズンも残り25分ぐらいしかないですね。あの5時まで、一応5時前までね対戦潜れるんですけど、5時過ぎて試合が終わったやつはもうカウントされないんですよ。なんか順位かトロフィーだけ、トロフィーだけ反映されるんですけど、順位自体は反映されないんでね、もう5時までに終わってた試合でしかね反映されないので、そこはね皆さんこうもしかしたら経験があるかもしれないですね。あれ順位更新されてねえし勝ったのにみたいな、そういうもう仕組みですね。さあよろしく無名さん。うわ待って、コカッちゃんだ。うわコカッちゃんだ、めちゃくちゃレア、めちゃくちゃレア、めちゃくちゃレア、マジで本当に久々に見たな。エレスピだったの今。まあザップの使いどころで勝てるんじゃないですか、頑張れば。知らんけどザップで頑張ろうっていう。でまあ、ギャングサイドからエリババーみたいなことありますよね。まあ、ロケかユニットか、あバルキリーか。さあバルキリーの、いや相手エリスピだったからな、キング起動したいけどそんな余裕ないっすよね正直。やろうとしたら大ダメージ受けちゃうもんな。まああとインフェかどうかっていうのも、わあ待って、ザップボーイは一番ダメ、本当にこれ世界一下手です。これはもうね上手い人は誰もやりません。
まあウッドからのとかだと思うんですよ。でウッドだけか。いや、インフェとあれどっちいいっすかね。インフェだ、あでもインフェだったらザッパルとか言っても別にそこまで嬉しくねえな。うん、いつもインフェにねボコされるんですけど、今回ザップがあるので世界変わるのかなとか思いながら、さテスラでしたね。もう考えることもなくなりました。まあ、これは突破できないんですね。うん、2倍タイム入るまで絶対突破できないです。テスラが強いんでね。テスラバルキリーをマジでどうやって突破していくかですね。え？ LSP だったらエレキの位置もうちょっと右か。いやー最悪だ。今ので剣が起動できてないのはバカ痛いですね。さあで、端前プリンをやりたい。うん。うわっ！分かってんのに。いてててて。いてててて。さあ、こっからですね。まあ、形組んで。内側に見えたな。全然見えてねえな。全然見えてねえ。内側に見えただったら。だからあっちに当たってねえのか。いや惜しいな。まあ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 、いや全然あるけどな。流れはちょっといいっすよね。ちょっとだけね。突破してくんねえのか。いやヤンキーファイブしたな。これはね、神ファイブを決めないといけないんですよ。例えばプリンセスとテスラとバルキリーに当てるみたいな。そう、基本的にユニットこの真ん中にね、上手い人だからこそ出るんで、そこをね当てたいんですけど、神ファイブ当てれないですね。てかバルキリーが突破できねえですね。これこのバルキリーに勝ってくんねえかな。あ、無理だな。これ。いやー、これはしゃあない。いや、もうしゃあないんですよね。しゃあない相手がいるんですよね。だからもう、こういうのはもう、しょうがないですね。いや、神相性引かねえかな。神相性なんだろうね。このデッキの神相性って言ったら、ファイブザップだもんな。神相性わかんないですね。なんか、めちゃくちゃ相性いいっていうのはそんないないかもしれない。ただ使ってる好きなんですよ。メガネとエリババ、まあ、何にでも勝てる可能性ありますよね。エリババなんでね。そうぶっぱしてね。いやー、この辺に止まっちまいますね。8000だもんな。あと500あげるのやば。無理ゲーじゃないですかね。もう他のゲームしたくなってきちゃうですもんね。本当にクララやってる時に勝てないと泣いちゃいますよね。さあラスト20分、来た。名前がね、相手ナナシ君だ。よろしく。すげえ、名前ないっすよね。俺が見えてねえのかな。わっかっちゃんだ。マジか。あはもうメンタリーいかれる。さあま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 あ、プリンはファイボ邪魔なんでね、プリンちゃん。よいしょ。さあアープリだ。アープリはアープリでちょっと嫌ですけどね、ぶっちゃけ。アウトローバレルプリン。なんかね、上にね、一人だけですね。あの、めちゃくちゃ上手い人がいて、ウェロだったかな？あの、忘れたんですけど、海外のね、超有名な人が、アウトローエリババの枯渇を使ってるんですよ。しかもそれなんとね、アウトロー枯渇にヒースピ入れてるんですよ。あのエリババをね回復させるように、そうアウトローエリババヒースみたいな変なここ使ってて、いやそれで上位行っててね、やばーと思いましたね、マジで。もう枯渇じゃねえんですよね、ほぼエリババデッキみたいな。そうそう、いやでもすごいなと思いながらね。アウトロー、いやこれにアウトローとか入れちゃえばいいのかな。メガナイト、あこれは僕メガナイトいるんだよな。お、相手のメガナイトの存在知らない。お、いい。回復したい。倒すな、倒すな。お前なんで倒してんだよ。
いやこれは、ああこれ神ザップ決めれましたね。僕がもっと若ければ。さあオッケー。いやこれはラッキーですね、ラッキーですね。何のデッキだと思ったんだろう。ロイとかエリババは僕出してなかったですかね、多分。エレキ、あでもそうですね、エレキヒースピー、エレキヒースピーマザネクだったので、まあロイジェイだと多分思ったんですよね。あロイジェイだと思って足回トロして、たまたま、いやラッキー、めちゃくちゃラッキーですね。よしよしよし。いや枯渇いないっすよ、だってゴレクロに勝てないっすよ本当に。よしよしよし。いやエリババ最強ですね。あ次もうちょっと76か。いや76手前まで1回戻ったんですけどね。そう69から76上がって、76から7080行って、その後756ぐらいまで行って、今、まあ、75編うろちょろしてるっていう感じですね。来た、よろしく UMI さん。海、さあコウモリ、あこの人当たったんすよね一回と。なんか高回転スパーキー、やりごぶコウモリ、ザップ、スパーキーだった気がするんですよね。なんかでも、そう、高回転の、ちょっと珍しい形。やりごぶコウモリのメガゴですね。やりごぶメガゴ、ゴースト、やべ、ちょっと早かった。やりゴム、いやそうこれ多分スパーキーなんですよ本当に。これで普通わかんないじゃないですか、これスパーキーって。やべ、あなんか、いって、あユニットの咲き方が下手だ。いってててて、いってててて、まあ、メガゴー、メガゴーゴーストやりゴムコウモリファイボーで、スパーキーなんですよ、これ。いや、マジで。ね、なんか、ディガーとかで削るのかなみたいな思うじゃないですか。全然違うんですよ。これ、スパーキーなんですよね。そう。まあ、後半入ったらマジで無限にスパーキー出てくるのは厄介ですね。やばい、ちょっとこういうとこで。いや、メガゴ強えな。ね。打ってもいいけど打たなくてもいい気がしたな。いやでも打っとこ、ゴーストメガゴ、いやスパーキー無限に出されるんですよね、相手回転早くて、それが痛いっすね。あもう出してこないんですよね、さっきから。お、来た。初めて登場。ご無事へ。いや、暇すぎるな、これ。マジで、この。メガゴー、強えな。あ、あれにファイボー打てばいいんですね、僕は多分。多分ね。さあ出てきた。まあここはメガナイト出していいんじゃない、まあ、一応ザップもあるんでいいんですけど、問題はこれ僕がダメージ与えないとタイブレイクで終わっちゃうんですよね。そうそうそう、そこがねちょっと大変なところ。あのメガゴやだなね。ファイボー待ったっすもんね。いやこれをじわじわされて負けちゃうっすよね。いやまあ全然あるっすね、まだまだ。なんならこっからっす、止まる、引っこ抜く。
エレキ？あれ？エレキバカじゃね？うちのエレキもしかしてバカですか？いやー、その受け強えな。うわ、ナイス。攻めなきゃダメだ。うん、うわ、あー、見えてなかった。くそ、終わった。シーズンあとちょっとだ。というわけで頑張ります。皆さんもね、ちょっとシーズンお疲れ様でした。多分動画出てくる時には終わってるので、お疲れ様でした。来シーズンも頑張りましょう。では。